大手私鉄プラス大阪メトロ発車本数ランキング第2回戦。前回に引き続き発車本数ランキングの第2回戦です。大阪メトロの参戦、選抜駅の見直しが新しい点です。選抜駅の見直しなどたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございました。ルールのおさらいです。各社代表駅を選別し順位を競います。選抜された駅を対象に乗り入れるすべての路線上り下りの発車本数の合計で順位付けします。2019年5月時点の平日の時刻表をインプットデータにしています。例えば西武鉄道所沢駅では池袋線と新宿線が乗り入れていますので、それぞれの発車本数を合算します。そう、複数路線が乗り入れる駅が有利です。見どころは東西メトロ対決です。大阪メトロが王者東京メトロに打ち勝てるのか注目の一戦です。選抜した各社の代表駅です。赤字は前回からの変更点です。京急蒲田、神宮前など選抜駅の変更で順位がどのように変わるのでしょうか。さあ、発車本数対決、王者東京メトロに勝つ会社は現れるのでしょうか。第17位です。西鉄二日市駅、発車本数は512本です。選抜駅を変更していないため引き続き最下位という結果です。やむなし。路線図、時間帯別の本数は前回と同一のため説明は省略します。第16位、相鉄二俣川駅、発車本数は632本。相鉄本線、泉野線の2路線が乗り入れます。ホームは2面4線です。選抜駅の変更なしですが前回から2ランクダウンです。戦いのレベルが上がっています。路線図、時間帯別の本数は前回と同一のため説明は省略します。第15位です。京阪枚方市駅、発車本数は681本です。3面6線を有します。京阪本線、片野線の2路線が乗り入れます。前回9位からの大幅ランクダウン、選抜駅のチェンジが裏目に出た格好です。快速特急以外の全ての種別が停車するほか、片野線の乗り入れにより期待されましたが、京橋駅よりも発車本数が少ない結果でした。2路線3方面のアドバンテージを生かしきれず、片野線の本数の少なさによって足を引っ張られランクダウンです。第14位、阪神天ヶ崎駅、発車本数は738本です。阪神も駅チェンジなしですがランクダウンです。戦いのレベルに合わせより本数の多い駅を見つけなければ勝利は難しい状況です。路線図、時間帯別の本数は前回と同一のため説明は省略します。第13位です。小田急上戸駅、発車本数は787本です。前回7位から大幅ランクダウン、選抜駅チェンジが裏目に出ました。多くの列車種別が停車しますが、ロマンスカーが停車しない点、1路線のみである点から発車本数は伸び悩みです。時間帯別の発車本数です。昼間も1時間21本運行するなど決して少なくない本数ですが、上位に行くためには不十分です。第12位です。東武西新井駅、発車本数は831本です。選抜駅変更で本数のアップに成功しましたが、順位は変更なしです。前回の選抜駅北千住と同じ路線ですが、大師線のプラスもあり本数が伸びました。時間帯別発車本数です。7時台浅草方面の35本が目を引きます。平均間隔2分を切っています。第11位です。近鉄大和西大寺駅、発車本数は848本です。駅チェンジにより橿原線、京都線、奈良線の3路線が利用できることで本数を増やしました。路線図です。3路線乗り入れポテンシャル大でしたが、4方面のみのため11位に落着です。時間帯別の発車本数です。日中帯どの路線も5、6分に1本程度で、もう少し密度が欲しいところです。いよいよトップ10に突入です。西武所沢駅、発車本数は850本です。駅チェンジなしですが6位から10位にランクダウン、大会のレベルが上がっています。路線図、時間帯別の本数は前回と同一のため説明は省略します。第9位です。京成青戸駅、発車本数は851本です。青戸駅、前回の集計に誤りがありました。申し訳ありませんでした。再集計の結果851本、
1本差で西武を下しました。京成本線押上線が乗り入れます。隣接する高砂駅も気になります。京成ポテンシャルを秘めています。成田方面の本数の多さが全体を押し上げています。第8位です。京急蒲田駅発車本数は866本です。本線と空港線の分岐駅で改札、上りホーム、下りホームで回数が違う3層構造の駅です。路線図です。前回品川駅から駅チェンジを行い発車本数を伸ばしました。作戦成功です。時間帯別の発車本数です。国内線ターミナル行きがもう少し増えてくると上位も狙えます。第7位です。名鉄神宮前駅発車本数は1059本です。名鉄名古屋駅から駅チェンジで本数のアップに成功しましたが、順位は2ランクダウンです。路線図です。神宮前駅に駅チェンジすることで常滑線方面の発車本数がプラスできました。時間帯別の発車本数です。名鉄名古屋方面の8時台なんということでしょう。1時間あたり35本という過密ぶりです。名鉄線の大台に乗せました。第6位です。南海天ヶ茶屋駅発車本数は1105本です。南海本線高野線の2路線が乗り入れる3面4線の駅です。路線図時間帯別の本数は前回と同一のため説明は省略します。第5位です。東急二子玉川駅発車本数は1168本です。駅チェンジで大幅ランクアップです。まさにごぼう抜き線の大台を軽く通過しました。田園都市線と大井町線が重なる地点に駅はあります。前回動画のコメントで玉川駅も熱いとの情報をいただきました。まだまだポテンシャルがあります。東急時間帯別の発車本数です。4方面とも隙がありません。安定した強さです。第4位です。大阪メトロ難波駅発車本数は1390本です。ここで登場です。無念のトップ3入りならず。御堂筋線、四ツ橋線、千日前線が交わる位置に難波はあります。3路線6方面がカウント対象です。時間帯別の発車本数です。御堂筋線は勢いを感じますが千日前線の失速感が否めません。第3位です。京王明大前駅発車本数は1433本です。駅チェンジなしトップ3を守りました。路線図時間帯別の本数は前回と同一のため説明は省略します。第2位です。阪急十三駅1641本です。前回の動画で十三駅とナレーションしていました。誤りです。お詫び申し上げます。路線図時間帯別の本数は前回と同一のため説明は省略します。さあ名誉ある1位です。東京メトロ大手町駅発車本数は2359本。王者東京メトロ初防衛戦見事に制しました。路線図時間帯別の本数は前回と同一のため説明は省略します。東西メトロ対決の結果東京メトロが格の違いを見せつけました。メトロ限定で方面別にランキングです。1位東京メトロ丸の内線荻窪方面338本。同率1位東京メトロ丸の内線池袋方面338本。3位大阪メトロ御堂筋線江坂方面312本。4位大阪メトロ御堂筋線中百舌方面309本。5位東京メトロ東西線中野方面292本。同率5位東京メトロ半蔵門線押上方面292本。7位東京メトロ東西線西船橋方面290本。8位東京メトロ半蔵門線渋谷方面283本。9位東京メトロ千代田線綾瀬方面264本。10位東京メトロ千代田線代々木上原方面262本。11位大阪メトロ四ツ橋線住之江公園方面219本。同率11位大阪メトロ四ツ橋線西梅田方面219本。13位大阪メトロ千日前線野田阪神方面167本。14位大阪メトロ千日前線南辰巳方面164本。大阪メトロは御堂筋線が全線しましたが丸の内線には及ばない上四ツ橋線千日前線の実力不足感が否めません。
大阪メトロは本町に駅チェンジしてリベンジを図りたいところです。いずれにしても本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。感想お待ちしています。